プロイセン衆議院はプロイセン王国議会の会員。1848年の禁定憲法及び1850年の禁定憲法修正憲法により第二院という名称で発足し、1855年に衆議院と解消された。 上院の貴族院が非公選議員だったのに対し、衆議院は25歳以上の男子国民を対象に、納税額に応じた産休選挙権制度による選挙で議員を選出する民選議員だった。1918年11月の革命で、共和制になった後、暫定プロイセン政府、人民代表評議会によって廃止され、20歳以上。 男女国民の普通選挙によるプロイセン州議会が取って変わった。衆議院の事務局の郵便インプロイセン王国では1848年革命で国王フリードリヒビルヘルム4世が自由主義勢力と妥協し自由主義内閣を任命した。自由主義内閣はプロイセン国民議会を設置したが1848年夏以降革命の機運は衰退へ向かったので11月には 保守派内閣に戻され革命の弾圧が推し進められたベルリンは軍によって占領され12月5日にはプロイセン国民議会も定開させられた同時に自由主義者のガスネキをする必要があると感じたフリードリヒビルヘルム4世は国民議会定会の日に自由主義的な条項を含む近定憲法を制定したその中で男子普通選挙によって選出された議員から 構成される第二院と高額納税者の5選で選出された議員から構成される第一院員の任制議会が定められた。他方、首相、官僚、軍隊の任命や統帥権は国王が握り、議会がそれに干渉することは許されないものとされた。それによって国王先生政治の本質を守る内容になっていた1855年の法律により第一院は 貴族院第二院は衆議院の名称に改められた。衆議院議事堂ホール1849年5月の緊急直例と8月の議会における承認により、普通選挙に代わって納税額に基づいて選挙権を3段階に分ける3級選挙権制度が導入された。またこの際に秘密選挙も廃されて公開選挙になったので政府や支配層が 選挙民の投票を監視することが可能となった。男子三級選挙権制度と公開選挙制度は1918年に共和制になるまで約70年にわたって維持されることになった。三級選挙権制度は後世に悪名高い制度となったが当時としてはそれでも先駆的だった。当時、男子有産者しか選挙権がないというのは国際的に当たり前であり、イギリスや フランスもそうだった。むしろ英物では無産者には選挙権は一切なかったのに対し、プロイセンでは貧民扶助を受けていないなど特定の条件を満たしている25歳以上の男性であれば産休選挙権は持っていた点は特筆される。また産休選挙権制度ははじめこそ保守派有利に働いていたが、プロイセンの資本主義化による産業構造の変化で、 産業資本家と金融資本家の租税負担が増大した結果、八百五十年代末から八百六十年代前期にかけて、ブルジョワ自由主義者の議会内での対等を促進することになる。そのため、ブルジョワ自由主義政党ドイツ進歩党と対立するプロイセン首相、オット・フォンビスマルクは、普通選挙論者だった社会主義者、フェルディナント・ラッサールに接近を図って、 男子普通選挙法の禁定を匂わせ、進歩党を牽制したこともあった。ただ1860年代半ばからのドイツ、統一戦争成功後はブルジョワたちが、親政府的になっていったため、プロイセン衆議院の産休選挙権制度は、無産政党ドイツ社会民主党の台頭を抑えて、保守党や国民自由党など、親政府ブルジョワ諸政党に大議席を保障する制度と、化し、 保守派の永続的な支配の道具となっていった。選挙区ごとに第一次選挙人が選挙人を選出し、その選挙人が議員を選出するという間接選挙になっていた選挙権を有するのは住所を保有しており、同一市町村内に6ヶ月以上居住しており、公的機関から貧民扶助を受けていない市民権を持つ25歳以上の男子プロイセン国籍保有者である。 被選挙権は、市民権を持つ30歳以上男子プロイセン国籍、保有者であり、国籍保有期間が1年以上ある必要がある。貧民扶助を受ける者に選挙権が認められないのは、当時議会の国民代表とは、国家財政上の終支同意機関とみなされていたためで、ある。そして、終支同意権はその性質上国家に租税を負担する、者だけに属すると考えられていた。 第一次選挙人は納税額に応じて3等級に分けられた。1級選挙権は納税総額の3分の1に達するまでの最高税額負担者である納税者。2級選挙権は納税総額中の次の3分の1に至るまでの最高に次ぐ税率を負担する納税者。3級選挙権は納税総額の残りの3分の1の最低課税額を負担する納税者及び 納税免除者に与えられる。それぞれの階層は、同数の議員を選出するため、人数が少ない高額納税者の階層ほど一票が重くなっていくシステムである。1849年時点においては一級選挙権、保有者は、第一次選挙人のうち4.7%、二級選挙権、保有者は同、同12.6%、三級選挙権保有者は、 同82.6%だった。この一票の重みの意図的な操作と、間接選挙の複雑さのために、一般民衆の選挙参加意欲は低く、産休選挙権者の投票率は大抵の場合20%程度であった。立法権は、国王と衆議院と貴族院の三者の共同で行使され、法案の成立には三者の一致が必要である。両議員の招集、定会。 閉会、衆議院の解散は国王の宣言事項であり、両院の自律的集会権は認められていない。ただし召集については、国王は原則として毎年11月初頭に両院を召集するものと定められていた。両院の召集、閉会、閉会常に同時閉行で行われる。国王の衆院解散権は無制限であり、 衆院が解散されると貴族院は停会される。衆議院と貴族院の議員の兼務は禁じられている。議員と管理の兼務は問題ないが、新たに有給管理となった議員や管理議員が昇級、昇格すると議員資格を失う。新選挙で再度選出されることは可能である。プロイセンにおいて、管理階級は近代的教育を受けた主要な知識人、階級であった。 議員内での投票並びに発言に関して議員起立権に基づく懲戒の場合を除いて責任の追及は行われない。議員歳費は衆議院議員についてのみ支給される。議員歳費の放棄はできない。ビスマルクによるドイツ統一事業で樹立された北ドイツ連邦やドイツ帝国には帝国議会が設置されたが帝国に加盟する各報告の議会もそのまま存続した。 帝国議会は男子普通選挙制度でその議員を選出することが定めていたが、プロイセン州議員の3級選挙権制度が変更されることはなかった。1860年代には、進歩的自由主義者の両方と呼ばれたプロイセン州議員もドイツ統一戦争を成功後は、すっかり空気が変わって保守派の永続的な支配の道具と化した。ドイツ保守党、自由保守党、 国民自由党という親政府政党がプロイセン衆議院の過半数を維持し続け、ドイツ社会民主党がプロイセン政治に進出するのは極めて困難だった。第一次世界大戦末のドイツ革命により、ドイツやプロイセンは共和制となった。1918年11月14日には、中央政府と同様にプロイセン政府にも社民党と独立社民党が三人ずつ閣僚を、 出し合う仮政府人民代表評議会が創設された。プロイセン人民代表評議会は翌11月15日にも貴族院の廃止と衆議院の解散を宣言した。12月21日にはプロイセン憲法制定議会プロイセン州会議の選挙に関する条例が定められ、これが従来の衆議院にとって変わることになった。この際に 衆議院時代の男子三級選挙制度は男女普通選挙に改正された。プロイ選集会議の選挙と招集が行われた後、1920年11月30日にプロイ選憲法が制定された。同憲法により民選のプロイ選集議会が設置された。また、衆議会に対する上院として県代表で構成されるプロイ選集参議院が設置された。 ただしこの衆参議院は、貴族院と違って、立法権を有しておらず、衆議会に対して、異議を申し立てることができるのみだった。ありがとうございます。